ケモントーナメントニンテンドーカップハイパーブル、栄えあるチャンピオンの座を勝ち取るのは果たしてどのトレーナーなのでありましょうか。ここで火炎放射だ、効き目十分。あっと早い、いきなりダウン。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでノコッチの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2、まだまだ勝負の行方は見えません。いった、よし。おっと地球に潜った。白熱したバトルが続いております。両者向き合って、ここでポケモンをチェンジです。ここでガラガラの登場だ。さあこれは小さなダメージ。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで地震攻撃、いい当たり。やっとチャンスだか。さあポケモンは残り1匹。ここでヘラクロスの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっております。さあこの場面で軽く一発エアロブラスト、狙い的中。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。今両者が最初に使うポケモンをフィールドに出し、バトルが始まりました。
さあ今度はどのようなポケモンが登場するのか。ここでヤドランも登場だ。さあ激しいバトルです。激しい雨が降り始めました。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで雷だ。効果は抜群だ。ここでノックアウト。さあ一方的な試合が展開されております。ここでジュゴンの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。さあ熱戦が続いております。さあ一気に入った。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。ここポケモンスタジアム、観客の声援に迎えられながら今第3回戦スタートです。両者とも睨み合ったまま動きません。さて、おっとポケモンチェンジ。このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。ここでカビゴンの登場だ。あっと大爆発だ。ダメージは大きいぞ。ダウンだ。はじめから大変なバトルになっております。ここでリングマの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対2。ここで体力回復だ。おっと防御力がアップしました。白熱したバトルが続いております。
これで素早さと引き換えに強くなりました。まだまだ能力はアップします。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。さあこれは、おっと攻撃が外れた。これで素早さと引き換えに強くなりました。さあ激しいバトルです。この攻撃、小さなダメージ、まだ攻撃には移らない。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。自分の能力のアップに集中だ。さあここで軽く一発。さあ熱戦が続いております。まだまだ能力はアップします。さあこの場面で小さなダメージ。さあ熱いバトルが展開されております。さあ今度は軽く当たった。ここで体力回復だ。両者とも大健闘です。これはどうだ、当たった。まずまずのダメージ。これで素早さと引き換えに強くなりました。両ポケモンの間に体力の差がついております。ここで体力回復だ。さあこれは軽いヒット。白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。この攻撃、軽く一発。熱いバトルに観客の興奮も大いに高まっております。ここで一発、大きなダメージ。なんとあっけなく倒れてしまった。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでオムナイトの登場だ。これに使えるポケモンは最後です。さあここで軽い一撃。ここで地震攻撃、決まった。これは効果的だ。これで残るポケモンはゼロとなりました。ここで試合終了。